続いてチャレンジする日本の有名人は音がいいわねデヴィ夫人。いいですね。言わずと知れたインドネシア建国の父スカルノ大統領の夫人。そんなデヴィ夫人に挑戦してもらう国はそのインドネシア。日本の有名企業も数多く進出し、近年急速に経済発展中。お膝元ともいえるこの国なら知られていないわけがない。夫人夫人ってなりますよね。地震のことってそれはもうみんなイブデイイブデイって来ますよ。お顔見ただけでわかる感じですかね。それはもう。だがこの後、あなたそういうのちゃんと感じたこと聞いてらっしゃる。だから全然わかる。違う。でもあの人はもう俺のこと知ってるの話ですよね、はい、別に野党者がいてるわけじゃない。褒めてんね。なんでわざわざこんなことどうしたなかなかの褒めだね。いざスタート。大丈夫。おはようございます。おはようございます。お花はこれは、あ、今ウェルカムっていうことでジャカルタに到着。しかもここビップ専用ゲート。ビップ専用、確かに豪華。うわいい車。また買って、勝手に用意してるの。あ、エスコートつきます。ちょっと番組の趣旨としてはなんとなくお忍びで、あの夫人これでもお忍びですけど。そうなんですか。はいはい、すいません、はいはい、打ち合わせしたのかな。白バイに先導され、いやすごいな。もう海外の要人ですねこれ完全に。日本ではね、あのテレビに出ているおかげでタレントと見ている方があの一般の方はほとんどだと思うんですけれども、でも私は全く別 の, あの世界というか別の生活もあるので、いやいや、ね、のはい。どこ行きます。これからあの、スカルノ大学に行こうと思ってますけど。スカルノ大学、1999年にスカルノ教育財団によって設立された大学。ここに通う学生ならデヴィ夫人の名前を知っていて当然のはず。みんな若いからね。校内には数々のスカルノ大統領の肖像画や写真が展示されている。ちなみにスカルノ大統領はインドネシアの最高紙幣10万ルピアに描かれている。生徒さん知ってますか。そう知ってますよもちろん。一応そんなこと言ったらこの人たちのことバカにしてると思われない。ちなみにこの方ってご存知ですか。知りません。やばい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 。あ、怒ってる。怒ってらっしゃる。誰だろう、わかりません。あ、やばい。知りません。やばいよ。僕もわからないわ。大学の関係者でしょ。わー、やばい。普通なんじゃない。すいません、お勉強中。図書室を出るや否や、こんな人たちに聞いたってしょうがないじゃないですか。学長がいないとこに来たってしょうがない。あなたそういうのちゃんと感じたこと聞いてらっしゃる。完全に気分が悪いらっしゃる。この絵面白い。今あのジャカルタには素晴らしいスーパーマーケットがうじゃうじゃあるんですね、はいはい、そんな中から、お暑い。こちらはここはサリナデパって言いまして、1960年代初めにスカルノ大統領がインドネシアの夫人のために作った一番最初のデパートメントストアです。で、マーフムンガングアンダクルジャリシーニ。そうです。アンダタオシアパサヤ。え？ティダ。
サマスカレティラメン。わかります。わ。ここでヒントアイテム。若かりしデヴィ夫人とスカルノ大統領。スカルノ大統領でしょ。シアパン。いに。わかりません。名前はわからないです。ウムルヤブラパン。27歳です。ジャカルタです。ジャカルタ生まれで27歳で知らないって言ってます。相当世間を知らない。知らない。今のところ一人もいないんじゃない知ってる人ね。誰？どっかの女優さんじゃない？そんな風に言ってないでしょ、多分。とりあえずこのマダムと写真撮って。ラビティだったおしやパサヤ。ちょっとハイリアントさん。サヤアダラ。うわあ、ごめんなさい。ご夫人失礼しました。やっぱこれ大統領夫人だったんですね。握手してもらおうよ。ほら。そっか。すごいわ。握手してください。写真撮って。何このさ。いやすごいな。さすがですね。